じゃあ手伝ってくださいな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はベルの鳴る木を作っていきたいと思ってるんだけれども、ただ私はそのベルの木をね、ベルの鳴る木を作るために必要な金のスコップを持ってないので、ちょっと商店街の方に行って金のスコップをゲットしていきたいと思います。ただその金のスコップがさ、普通に売ってくれとるわけじゃないけんさ、まずは豆粒デパートへ。はい、ここでレイジ君から肥料を、これよね、肥料肥料を合計で50個買ったら金のスコップがレイジ君からもらえるらしいので、ちょっとそれをゲットしていきたいと思います。ってことで、まあ、まず多分今まで何回か買ったことある気がするけど、これってさ、50個目になったらレイジ君が勝手に話しかけてきてくれるんかな。その辺ちょっとよく分かってないけど、とりあえず50個、まあ、1日1個までしか買えんけん50日かけて肥料をゲットしていきたいと思います。ね、それは肥料だよ。値段はね、1600ベルだ。結構高いね。結構高くない結構高くない？ちょっとびっくりしたけど、買います。わーい、ありがとう。ってことで、これを50日繰り返していきます。はい、これで、5日目。みぞれちゃんが。店にやってきている。みぞれちゃんも何か買いに来たの？おはよう世界。やっぱあたいお花が似合うでしょ？は。絶対似合う。世間話でも。自分で買うのもいいけど、せっかくなら素敵な王子様からお花もらいたいよ。は。ですよね、やっぱり。みぞれちゃんならすぐに素敵な王子様が現れてくれるよ。はい、今日で7日目、ちょうど1週間。違う、レイジ君に話しかけてしまった。はい、肥料をいただいていきます。ウルフリングがめちゃくちゃ注目してきとる。一体何事？どうした？おや、ゆなちゃん、君もガーデニングかい？よろしく。それでどうかしたのかい？世間話でも。植物を育てるのはいいもんだよ。いろんなことが分かってくる。楽しいこととか、辛いこともね。めっちゃなんか悟りを開き寄る系やね。はい、11日目の肥料を買いに来ました。何やってんの、めどりちゃん。まあ、アイナさんもお花が好きなんですね。よろしく。そういえば私に何かご用ですか？話しに来たよ。アイナさんはお花が似合いますね。私ももう少し華やかになりたいです。よろしく。なれるよ。誰だってなれるよ。大丈夫。ほい、13日目。ウルフリンクまたおるんか。結構な感じで買い物に来るんやね、花屋に。女の子宛てかい？女の子宛てのお花か何かかい？君の探し物は見つかったかい、ゆなちゃん。ところで僕に何か用かい？おしゃべりしよう。ここに来ればいろいろとガーデニング商品が揃ってるから助かるよ。まあ園芸店だからね。はい、18日目。ウルフリンクマジでめっちゃ買い物に来るんやけど。はい、買っていきます。ほい、これで22日目。はい、どうもしないです。はい、肥料ね。大平太が花屋さんに来るって珍しいな。何買いに来たんやろ。なんか食い意地とか貼ってそうやけど、お花に興味なさそうな感じやろんね。おいな、話すの久しぶりじゃん。でもさ、話してはいないけど、ちらちらお前のこと見かけた気もするんだよな。あれってもしかして、お前のお化けか？怖ー。やめてよ、人のことそんな幽霊みたいにね。怖っ。こっちが怖っ。はい、どうも、26個目だね、これが。ああやってなんか別のフロアからさ、こっちのフロアに入ってきたキャラクターも、ちゃんとこのフロアの話をするんかな。
なんかいつも結構さ、ちゃんと花屋の中だけにおるけど、なんか全然うろつきよる感じなよね、ブリトニー。あら、アイナちゃん。長い間見かけなかったから、もう会えないと思っていたのよ。でも元気そうでよかったわ。またたくさんおしゃべりしましょうね。あら、アイナちゃん、どうしたの？やだもん。デパートの1階なのに、ここには化粧品とか置いてないのね。まあ、一般的には置いとるやろうけれども。てか、やっぱり、こっちにおるけんか知らんけど、まあ、デパート1階の話をしようね。こっち入ったら、ちゃんと花屋の話なんかな？わからん。あ、どんどん遠くに行くわ。よし、これで27。はい、買います。さすが珍しくお花売り場に。どうしたの、サボテンでも買うの？おーし、こんなとこで会うなんて奇遇だな。です。そうそう、おいらなんか用？おしゃべりしよう。花植えたり木植えたりって思った以上に重労働なんぞ。お前の体力で大丈夫なのかよ。じゃあ手伝ってくださいな。ね、男の子やもんね、ジャス。さあ、これで何個だ？これで40かな？ 41？ はい、買っちゃいます。あ、もしや、あ、来た。あ、そうだ！アイナさんにサービスでいいものをおまけしておいたよ。金のスコップって言うんだけどね。それを使って肥料を埋めると、効き目がすごく良くなるんだ。アイナさんは肥料をたくさん買ってくれてるから、そのスコップで肥料をあげて、村中のお花焼きをもっと元気にしてあげてね。やったー！これは、なぜかブリトニーが同じ価格に収まろうとする。わかる人にはその価値がわかる金のスコップを手に入れた。やったね。ね、ブリトニーやったよ。あら、アイナちゃん、お買い物？やだもん。いや、気づいてたでしょうよ、さっきから。ところで何か私にご用かしら？おしゃべりしよう。ガーデニングするならここに来れば確実よね。一通り揃ってるもの。まあね、この村唯一のだからね。さてことで、これでやっと金のスコップが手に入りましたということで。ありがとうございました、だなも。ありがとう。ってことは、まあ多分今までに10個ぐらいまでは肥料買っとったんかな。うん。ってことで、これで、まあ肥料通算、普通に手持ちじゃないよ。手持ちじゃなくって、通算50個の肥料を買って、金のスコップを手に入れましたと。おー、いいね、いいね。うはー、いいね、金のスコップ。はい、初めて手に入れました。めっちゃ見られよる、私。さあ、これで、よし。ベルをね、植えていこう。ということで、ね、確実にベルが鳴る木を、おお、何でしょうか、なぎさちゃん。違う、みさきちゃんだ。よかったです。今探していたんですよ、なんね。どうした？チーズ料理研究会復活の署名活動のこと知ってます？私集める係をしてるんですけど、あともうちょっと足りないんです。それで今日もし、よその村に遊びに行く予定があったら、集めるのを協力してもらえないかと思ったんですけど、いかがですか？ごめん、行く予定はないんだよ。今私大事な作業中なの。あら、そうですか。わかりました。またお願いします。チーズ料理、なんだって？ちょっとよくわからんけど、美味しそうだね。じゃあこの、家の真ん前にあるここの木をベルのなる木に変えていきたいと思います。どうしよう、家の横にしよっかな。これにする？家のすぐ横にあるやつにしよっか。さあ、ってことでこれを、とりあえず周り開けといた方がいいんかな。ちょ、その辺をよく、あんま分かってないけんさ。なんか今現在、この植わっとる木？この木を、なんて言うん、切り倒して、で、切り株状態にして、で、それをスコップでどける？で、そこの穴に植えると、なんか、
できる確率が高くなるらしいです。こう、とりあえずちょっともったいないけん、オレンジはちゃんと回収しておいて、そして、斧持っとったかな、私。はい、持ってない。じゃ、待って。取ってくる。はい、ってことで、斧を、あれ。はい、斧持ってきました。ってことで、この木を、なぎ倒します。よし。確実に今、家にダメージあったけどね。はい、そして、この、違う。違う。あ、そう、そして、この村のね、条例を変えておかないといけないらしいんだけど、この村の条例を、リッチな村条例に変えます。今、私がやっとる村の条例が、の、なんだった?あの、綺麗な村条例にしとるけん。ここで変えれたっけ?村メロ、環境。条例変えるのここやったよね。え、ここですよね。あ、違うんだよ。そういうことが聞きたいわけじゃないんだよ。おじちゃん見守らなくていいから。おじちゃん見守ってくれなくていいよ。すごいよね。喋り方だけでそれがわかるっていうのが。こっちか。ここに座るのか。どんだけ村長としての仕事してないんだよっていうね。はい、お仕事のお願い。いや、いいよ。それはちょっと、静江さんが進めておいてよ。今回はパスで。うん。出席していただけないんですか?そんな、村長がいてくださらないと盛り上がりに欠けるのですが。いや、言うていいもんでね。ずっといなかったけど大丈夫だったでしょ?うん。はい、今回やるのは条例をね、ちょっと変更します。条例作りのお仕事ですね。現在、アイナ村は美しい村条例を制定しています。条例を定めるためには手続きに、2万ベル。うん、オッケー。では、村長、これからこのアイナ村をこんな村にしていきたいというイメージをお聞かせください。ってことで、今回、まあ、最初の頃に設定しとったリッチな村に、ああ、わかります。それって村全体の経済が豊かで、とにかくバブリー。そんな村ってことですよね。その通り。多分。でしたら今後は所得倍増条例を定めて、みんなでアイナ村の経済の活性化に取り組むというのはいかがですか?物価は少し上がるかもしれませんが、お金の稼ぎはもうきっともっと良くなると思いますよ。それで行こう。かしこまりました。では、後の手続きは私の方で進めておきます。アイナ村の皆さんには明日の朝から取り組んでもらえるようお伝えしておきますね。それでは他に何かお手伝いできることはございますか?いいです。わかりました。また何かございましたらお気軽にご相談くださいね。ってことはとりあえずまた明日の朝にならんかったらダメなわけやね。オッケー。ということなので、ちょっと明日の朝に時間を移動させる前にちょっとまた下準備をしておくんだけど、ま、植えるためのお金、ベルが9万ベル植えたら必ずベルのなる木ができるらしいという情報を聞いたので、ちょっと9万ベルに、9万ベル置いとったのに2万ベル必要やったんやね、条例制定するの。そういえば、はい、ってことで9万ベルちゃんと用意しておきます。あと2万ベル引き出せばいいってことか。オッケー、引き出しまーす。ってことで、はい、2万ベル引き出しまして、これをちゃんと植えれるように、分けてあったのにつらい。はい、植えられるようにちゃんと、分けておきます、9万ベルを。とりあえずこれで、はい、あと残りの3万ベルも出してきて、これで9万ベルね。はい、9万ベル。OK。ってことで、あとは時間を動かしていきます。は
はい、ってことで、次の日になりました。ってことなんで、とりあえずね。いい、ちょっと待って、そんなところに落とし穴、誰が仕掛けたの誰が仕掛けたの、辛い。嫌がらせ？私が今金儲けに走ろうとしてるからって。よし。さあ、ここに穴を開けて、この中に9万ベルを植えます。地面に植える。さあ、これで？これで何？肥料もあげればいいんかな？ちょっとよくわからないんだけど、その辺。これって普通に、木を育てるのに水は必要なかったよね、確か。ということなんで、まあ、とりあえず、これでまた一日様子を見てみようか。はい、一日様子を見てみます。できるかな、ちゃんと。ほい、ということで、あれから、5日間ぐらい、まあ、経過したわけなんだけども、ほら！ちゃんとベルの鳴る木ができました。ということで、ベルの鳴る木を確実に作る方法として、まあ、まず、もともとあった木を切り倒して、そこの切り株をのけて植えるっていうのは、まあ、どこがなんか木が育つスペースかわからんっていう人の場合、それが一番簡単な方法っていうのと、で、あと二つ目は、9万ベル。9万ベルお金を入れると必ず育つらしいです。あ、ちなみに条例を、リッチな村条例？そう、村の条例をリッチな村条例にして9万ベルを入れると確実にベルの鳴る木ができます。ま、時間は、ま、何日経過させればいいんかはよく私わからんかったけん。とりあえず、4、5日ぐらい経てばいいかなっていうことで。そのぐらい、ちょっと経過させました。で、ちなみにこれベルの鳴る木、これは一つの袋の中に3万ベルずつ入っとるらしいけん。まあ、9万ベル植えてできたら、まあ3万ベル、3万ベル、3万ベル。で、まあプラマイゼロ。プラマイゼロにはなるかなっていう感じです。だからまあ、じゃあプラスにはならんけん、見た目的に、観賞用として生やしたい人はこの方法が確実かなと。みんな結構多分ベル貯めとると思うけんね。そんな感じです。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、リッチな村条例にしてまだそんなに日にちが経ってないけど、もう草ぼうぼうやし、花も枯れてきたし、家の中にゴキブリが湧いてたから、無事ベルの木が育ったということで、私は今からまた綺麗な村条例に戻してきます。